おはようございます、釣り子 TV です。ノリーズの待ちに待ったですね、マグナムクランクのちょっとリップの長いモデル、ちょっとストーミーマグナム5ね、これがですね釣り具屋さんにいよいよ並び出していたので一つ買ってきてみました。こんな感じのねちょっとねギロっぽい色を選ぶことができたんで、早速ですね開封していきたいと思いますよ。で裏にはこういう感じで説明書きがあって、ホログラムフラッシングギルっていう色みたいですね。で価格はですね1個2200円ね、ちょっとね、大きなボディだからかなね、2000円超えのお高めの、ルアーなんですけども、何にしてもね、ちょっと待ちに待ったっていうかね、釣りビジョンのねあの番組で確か亀山ダムでですね田辺則夫さんが、巨大なバスとかね寒い時期に、釣り上げてるってそんな映像なんかがあったりしてね、このモデルねちょっと潜るやついつ出んのかなーなんて思ってたら釣り具屋さんについに並んだんで、早速買ってみちゃおうということで、でタングステンウェイト搭載っていうこんなシールが貼ってあったりしますね。まあ、ケースは、こんな感じのケースなんですけど、裏に説明書きがあって、まあまあじゃあ早速開けていきたいと思います。ほいほい、こんな感じ。あー持った感じはねずしっときますね、手にずっしりきて、で背中にはノリーズって、ね、書いてありますね。こんな感じで、ショットストーミーマグナム5って書いてありますね。で針はね結構ごつめのフッ素加工とかしてある針ではないんですけども、デカバスが来てもまあ安心っていう感じの太い軸線形のこの針が搭載されております。で気になるのがこのリップですよね、こんな感じ。ちょっとねこうクランクしていて、で先端の方まあ薄くは最終的にはなるんですけども、結構こうねやっぱね丈夫そうなねがっちりとしたね、リップがついておりまして、スプリットリングで、最初からまたこういうスプリットリングがついていてね、どんな動きしてくれるんでしょうか、非常にこれ楽しみですけどね。ほんと去年はねショットストーミーマグナムね、もうちょっとまあリップの短いモデルあれが出て結構ね、まあ房総のダムなんかも新規でオープンしたところなんかがあって、早速投げてみたところですね、ポロッと釣れたんですよね。あ、いやちょっとビビってたけども案外投げたら釣れるんだななんてすごいびっくりした印象があるんですけども、でこれまあね5っていう風に書いてありますけども、よくね田辺のりさん動画の説明とかね雑誌のやつで、まあ潜らせるリップっていうよりも、例えば亀山ダムとかまあこうダム湖でこう岩盤が切り立って急深くなっていくね、急に深くなっていく、そういったところでショートピッチで投げて、でこの急潜航の能力を生かしてそのね一気にその探るでブリブリブリって上げる、ショートピッチで投げる、一気に潜らせる、巻く上げるっていうね、こうちょっとね細かくその岩盤際とかをですね、チェックするために、まあもちろん潜らしてねそこ叩くっていう使い方もあるとは思うんですけども、どちらかっていうと切り立った岩盤とかオーバーハングの下とかを効果的にサーチする使い方なんていうのはどうですかみたいな感じでね、やられていたのが非常に印象的だったんですけども、でちょうどお正月にメグタスさんと亀山行った時にどう釣れてるなんていう感じで田辺のりおさん声かけていただいたんですけども、ちょうどこれがぶら下がってましたね。でまあその日はまあ残念ながら釣果出なかったみたいなんですけども、とりあえずもう俺はこれ投げ切ってみるよっていうことで、もうねキューンチャッて入れてグリグリグリって巻いてすぐ回収してチャッて投げてグリグリグリってね、今思えばあの時にもしかしたらよく手元見たらまだこれから発売されるカルカッタコンクエスト200のDC のモデルですね、ああいうのに投げてたのかななんてね
今思えば思うんですけども、何にしろね、このまだね発売していなかったんですけども、ちょっとリップの長いこのモデルをですね、岸際に投げ込んでいたんだななんてね、もうちょっとね一雨来て、あとはもう一段階水温が上がった方がいいかななんていうふうにおっしゃってましたけども、まさに今週ぐらいからですね、暖かい日なんかも、増えてきて、まあ、14度15度なんていう日も増えてきましたんでね、魚が一段、浅いレンジに上がってくるんじゃないかな、で餌をまあ活発に追い出すんじゃないかななんていう、そんなタイミングですよね。というわけで、まあ、裏側にね使い方という説明が書いてあるんでちょっと見ていきたいと思います。ショットストーミーマグナム5、様々なレイクで食わせる波動を実調追求して生まれた強すぎないロールとウォーブリングの絶妙なバランス、圧倒的存在感のボディサイズでありながらアピールすぎないアクション、場所を選ばず出し時の幅が広いマグナムクランクベイト、5メーターレンジはもちろん、ショートリップで攻めきれない球身のバンクや岸からのレイダウンなどもショートキャストで攻略、しっかり潜らしてスローに引けるからウィンターでもビッグバスが狙えるオールシーズン型マグナムクランクって、もうこの説明書きのところでね、去年ぐらいから提唱されている使い方ね、いつっていうことじゃないんだよって、もう冬もね釣れてるんだから、オールシーズン投げてみてよって、こういったのが説明書きに書いてあるんですね。でまあね、球審がこうバンクとか攻めたり、あそっか、このリップの回避能力を利用してちょっとね躊躇しちゃうような立ち木とかにも、目に見える範囲でちょっと軽くぶち込んでみてよって、こういった感じで、書いてあるんですね。まあ何しろまあ2200円ぐらいは、しますから、まあねなくしたくはないので、まあ慎重に使いたいなというふうには思うんですけども、どうでしょうか。まあ例えば想像の範囲では、この前出たね、あの流儀のディープトレーサーとかね、あれリップのあるやつで、まぁ、ちょっと大きめのルアーとかね、リップがついてるやつがベストだよなんていう風に書いてあったんで、そんなのと、組み合わせてみてもですね、なんか面白い、展開ができるんじゃないかなとかですね。まあ何にしても、このギルカラー変えたんでね、冬ちょっと寒い時期からですね、早速、投げてみようかななんてね、ギルクイバスの多い、ダム湖で、ちょっと使ってみたいななんて思っていますので、印象としてはまあ例えばそうですね、三島湖、あとね、まあ、トズラッパラね、なんかトズラッパラは去年あのハスフラットであるとか、あとは各種マグナムサイズのクランクベイトとか比較的ね大きなやつね、今まであのビビって投げていなかったサイズ投げても、まだバスが素直だったのか、あ釣れたみたいな感じでね、釣れてくれたなんていうイメージがありますんで、早速ですね投げていこうかな。で竿はそうですね、まあ去年買ったクランク巻くんだと、そうですね、あのダイワのタトゥーラーエリートの大森プロモデルにね、今のところそうですね、あのバンタムのギア比が、5のもの、あれが、気持ちよく使えているので、そんな組み合わせで結構ね、あれ軽いルアーからちょっとこういうね大ぶりなルアーまで、幅広く対応してくれるよみたいな印象があるので、その組み合わせでですね投げ込んでみようかななんていう風に思います。何にしてもねこれできたらちょっとサイズ大きそうですよね。なんか夢があるルアーだなと思ってね、まだまだですね、ちょっとやったことないジャンルの釣りなんですけども、マグナムサイズの、クランクで、ちょっと入れ込んでみるね、こういった釣りね、いよいよ今年から店頭に並んでいたんで、我々ですね一般の、釣り人も試して見れる時が来たじゃないかななんて、このね、長いリップでずんぐりとしたボディね、この組み合わせ、いよいよチャレンジできるようになりましたんでね、店頭で見かけたらぜひ手に取ってみてですね、やってみたいななんて人はぜひ、買ってみてください。はい、じゃあ重さの方も測っておきたいと思います。ちょっとストーミーマグナム5は何グラムでしょうか。ちょっと針がこぼれちゃう。はい、54.4g ね、結構ね、ビッグベイトじゃないかっていうぐらいの重さですけどね、まあ 54.4g ということなんで、使うタックルなんかもね、考えながら打っていければななんていうふうに思います。
で、こんな使い方が良かったよとかね、こういう感じのシチュエーションで聞いたよなんていうのがありましたら、ぜひね、コメント欄の方でもね、こういう状況で良かったよとかね、どしどしと、コメントしていただければと思います。またチャンネル登録の方もぜひお願いいたします。というわけで、本日の釣り子 TV はノリーズから新しく出た、マグナムクランクですね。ちょっとストーミーマグナム5、これを、開封してみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。